山田バサラー、サラバンジ頼り、ね。おはようございます。誰が呼んだか、心優しきパンクロッカー、山田バサラーです。えー、今撮影してる場所はですね、読谷村のキナバンジョの駐車場でございまして、えー、キナバンジョというのは僕も初めて行ったんですけれども、まあ、いろんな町にある道の駅ですね、読谷村の観光案内所に行ってきました。 え、こちらで今はですね、え、車を止めて、たくしているという山田バサラでございます。えー、今日はですね、108回目なんですよ、サラバンジだより。えー、それで、なんか、僕的に、えー、まあ、語呂合わせて言っては何ですけれども、今日はですね、煩悩って108個あるっていうじゃないですか。で、その、あの、煩悩をですね、今日はキーワードに、えー、ちょっとこう、うまく、サラバンジだより、たくしてみようと思います。えー、煩悩、 僕調べてみましたよ。煩悩の意味。心身にまといつき、心をかき乱す一切の忘年、欲望というふうに書いておりまして、そしてですね、仏教では、煩悩をなくすことは不可能と。だけど、コントロールすることはできるよというふうに、まあ、言ってるということでね。えー、なんかこう、僕自身、この、 煩悩そしてのしててここの YouTube を通思うことはですね、結構僕は YouTube のね、かそのサラバンジだよりのおかげで心を整えることができてるなとっていうふうに思うんですよね。なんかあの毎日の生活とかにハリが出たりとか、ギター演奏とかね。 あとはちょっとこういう場所に行ってみたいなというふうに思って、えー、皆さんに見てもらいたいなと思って、まあ、この間みたいにね、えー、そういう竜火の里に行ってみたりとか、そういう感じでいい感じでよく心整えてるんじゃないかなというふうに、えー、思ってます。で、あのー、僕、気がついたのは、だいたい僕 YouTube で喋ってることって大枠が4つぐらいあるんですよ。で、これ1つはですね、あもちろんギター演奏。で、2つ目が、まあ、インタビュー形式の えー、サラバン時代よりですね。そして三つ目が、まあ、えー、この間、えー、この竜火の里に行ったみたいに、まあ、山田バサラ的沖縄案内みたいな感じですね。そして四つ目は、まあ、雑談、まあ、自分の気づきとかですね、今日はこんなところに行きましたとかね、えー、例えばう、うちの小三郎のね、えー、こととか、えー、家族のこととか、そういう気づきを喋るという、この四つぐらい、毎回こう、回して108回やってきたんだな、っていう風に、えー、 気がつきました。えー、だから僕きっとね、これが、例えばギター演奏だけの動画だったら、僕も結構しんどいし、見てる方もしんどいと思うんですよね。インタビュー形式の108回でもきついと思うし、沖縄案内だと、沖縄案内だと僕ができません。ので、これをですね、なんかこの4つをですね、僕がこう、ぐる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 回しながら、なんか、あのー、無理しない程度に無理をする。変な言い方ですけど、楽をしない。 え、楽をしないんだけど楽をしたい。<laughs> 意味わかりますあんまりキチキチだといけないので、この、これを緩やかにちょっと負荷をかけながら回してるんだな、ということを、えー、気がつきました。で、そしてですね、あのー、今僕しゃしゃべりましたけども、えー、おそらく、なんか楽をするのは簡単なんですね、えー。例えば、もう今日はちょっと話題もないし、あー、こう、なんかこう、アイディアも浮かばないから、ギターをちゃっちゃっと弾いて、 まあ、一分ぐらいの動画アップしようかとか、引いて終わりとかね。あとは、今日は天気がいいので、サラバンジー、みたいなね。<laughs> 台風が近いので、サラバンジーとか、そういうのも簡単なんですけど、それだと見てる人がね、多分、見破るんですね。見抜くっていうか、ああ、バサラ楽をしてるな、みたいな。それは、したくないな、というふうに僕は思いましてですね。なんか、そういう意味で、あのー、まあ、無理しすぎてはいけないけど、見てる人も、ああ、バサラしっかり、 今日も一日やってるなと思う動画を撮ることが僕の務めかなというふうに思いました。そしてまあ僕的にはですね、なるべく取りダめはしてないです。なんかあのー、まあ本当にどうしても必要な時はですね、インタビュー何日前とか撮ることありますけれども、できればホットな話題をですね、前日ぐらいに取りだ、撮って、えー、最悪でも。 え、翌日流すとか、なるべく当日と、撮るとかね、そういうことを繰り返してますので、ホットな話題をお届けしてます。えー、ということで、まあ、そんな感じで僕は心を整えながら、えー、YouTube 動画をやることができておりましてですね、心身ともに今のところ健康をいただいておりまして、皆さんも元気をですね、えーお、お届けしてですね、元気になっていたら僕も嬉しいなと思いますので、引き続きサラバンジー代わりよろしくお願いします。サラバンジー。